ちそうさまでした。はい、お粗末さまでした。みんなたくさん食べてくれてお姉ちゃん嬉しいよ。うん、たくさん食べたね弟くん。育ち盛りだもんね。もりもり栄養摂取して立派なジェントルマンになってね。皆さん、洗い物をしてきますのでお皿とかはこっちにくださいね。ありがとうございます。至れり尽くせりですね。あー、もうたっぷり食べて満足です。食後のお茶も美味しい。幸せ。はい、しかし疑問なのですけれど、どこから食材とか調達してるんでしょう。ここは町から離れておりますし、物資を手に入れるのも大変だと思いますが。普通にラジラジが空間跳躍して町の近くまで運んでくれるからな。馬車とかの乗り物を使わなくてもどこにでも自在に行けるんだぞ。実際すっごい便利だ。お役に立てて光栄です。便利すぎるからこそ、今の王宮が空間転移などの魔法を独占して一般人による使用を禁じてるんでしょうね。軍事転用でもすればとんでもない優位性を得られますし。うん、敵の陣地に一瞬で自軍の主力を送り込んだりとかな。銀行の金庫にでも何にでも侵入し放題だし。ま、空間跳躍を防いだり、瞬間移動してきた相手を捕らえる罠みたいな魔法もあるから万能無敵じゃないんだけど。うん、だからこそ王宮に囚われているネネカ様をその能力で助け出すのも難しいのだ。全くもって悩ましい。どうしたらいいのだろう。お役に立てず申し訳ありません。あなたが謝ることはない、ラジラジさん。そもそも敵の襲撃に抗えずネネカ様をみすみす奪われてしまった私の落ち度だ。はあ、無力な我が身が呪わしい。だが実際どうするんだ。ネネカとやらは、私は坊やが囚われていた王宮の地下監獄に収監されていると推測できる。あそこは政治犯などを拘留するための厳重な牢獄だ。生半可な手段では破れないぞ。この私ですら普通に脱出するのは無理だった。うん、ちゃんと考えてるから安心しろ。ラビリスタが目覚めて手伝ってくれたら簡単なんだけどな。あんまり無理はさせらんないし。でもクリスティーナやラジラジもラビリスタと並び評されるセブンクラウンズなんだ。この世に不可能なんてないぞ。希望を捨てずに頑張ろう。そのセブンクラウンズというのは何なのでございましょう。私、なぜかとても気になっているのでございます。なぜか私の父の名も古文書にはセブンクラウンズとして記されておりましたし。そうなのか。うん、何かお前とはただならぬ因縁を感じていたが、そういうつながりがあったんだな。お前の父は私と同質の存在なのか。興味深い。あまりじろじろ見ないでくださいまし。クリスティーナさん、あんまりコッコロちゃんを怖がらせないでくださいね。むしろ怖がって不安に駆られて殺しに来ないものかと期待している。お前もその気があればまた刃を交わして愛し合おう、プリンセスティアナ。初めて会った時から疑問でしたが、なんであなた私の本名を知ってるんです？王宮の関係者も親族ですら私のことを忘れていたのに。陛下に聞いたんだよ。裏切られ殺されかけたのだ。もう陛下などと敬意を込めて呼ぶ必要もないか。言い直そう。あの忌々しいユースティアナにお前の話を聞いていたんだ。
自分をお姫様だと思い込み、ユースティアナという名を語っているかわいそうな小娘だとな。それで目障りなので始末しろと頼まれていたので、先日お前と刃を交えることになったわけだ。いえ、偽物はあっちで、私は本物のユースティアナなんですよ。だろうな。それはうすうす察していた。本物を殺して成り変わるのが、あの忌々しいユースティアナの目論みだったのだろう。その真意まではよくわからないが、権力志向の強いやつだし、王座につきその立場を維持するために何でもやるのだろう。そういうところもギラギラしていて好ましかったのだがな。さすがに殺されかけてまで無邪気に慕うほど純情でもない。簡単に好意や敬愛が憎悪に反転するほど割り切れもしないが。おばさん、よくわかんねえけど元気出せよ。らしくねえぞ。おばさんと呼ばれるほどの年齢ではないと何度言わせる。死にたいのか。まあ慰めてくれて嬉しいけどね。ありがとう坊や。ともあれ今この世界では何かおぞましい陰謀が進行しているらしい。何もわからぬまま巻き込まれて潰されるのも尺なので、できる限り事態を把握しておきたい。うん、そのためにこうして情報を共有し合うための席を用意したんだ。クリスティーナやダイゴ、ラジラジやマサキにもまだちゃんと話してなかったけど、いろいろ一通りみんなに説明しておきたい。今から私がする話はお前らにはにわかには信じがたいかもしれない。私の願望や憶測、勘違いなんかも混じってるだろうしな。でもどうかまずは疑わずに聞いて、おのおので検討してほしい。そしてこの変わり果ててしまった残酷で恐ろしい世界での身の振り方を改めて考えてくれ。今この世界は悪意によって染め上げられている。何も考えずにただ現状を受け入れていると不幸になる。場合によっちゃ何もかも失って絶望の中で死ぬことになるぞ。どこから話せばいいのかな。ごめん、わかりづらいだろうけど聞いてほしい。お前らはこの世界に違和感を覚えたことはないか。不自然な地形、社会制度、歴史、なぜか異様に発達している武器、防具や攻撃魔法。普通に考えたら変な点を指摘すれば数えきれないぐらいだ。はあ、言われてみればその通りでございますね。どういたします。普通に暮らしていくだけでも何かと不便ですから、日常生活を営むために最低限必要なもろもろも近年になってようやく慌てて用意されたような感じがいたします。それまで人々がどのように暮らしていたのか、むしろまともに暮らせていたのか疑問に思ってしまう時が多々ございました。生活に必要がない武器などは異常に充実しているのですが、まるでつい先日まで誰もが戦争や危険な冒険を繰り広げていたようでございます。だけどそのような記録はありませんしね。なるほど、確かに奇妙な話です。なのに誰もそれに疑問を抱かない。うんうん、自分自身で思い返してみても、そういうことを考え始めると思考が止まるというか意識できなくなっていましたね。明らかに変なのに疑問を覚えるたびに脳内で何か理屈をつけて納得してしまっていたというか、そういうものなのだから考えても仕方がないというふうに思考が停止していました。なんででしょうね。
誰かに頭の中をいじられてるみたいで嫌な感じです。今でもまだそんなことよりもっと他に考えることがあるだろうみたいに自然と思考がそれていっているような感覚があります。はい、主様がたくさん食べたら眠くなったのかうとうとしているのとかが気になっております。赤ちゃんのようです。主様かわいい。あ、主様のために寝床を用意しなくてはみたいなことばかりが頭に浮かびますけれど、今はそんなことを考えている場合ではないのですよね。そうだ、今はもっと大事な世界の秘密について考えてほしい。この説明で理解できるかどうかはわからないけど、私たちこの世界で生きている人々はほぼ例外なく集団幻覚を見ているようなもんなんだ。みんなが共通の歪んだ夢を見ているようなもんだ。夢？あの、よくわかりません。だろうな。てか、正確には夢っていうよりゲームの世界なんだけど、そんな表現をしたら逆に混乱しそうだ。まあ、わかりやすさ優先で夢って言っておこう。まあ、やっぱりこういう説明とかは苦手だ。奥藤がいてくれたらな。あいつ口が達者だから全部丸投げでお任せできたのに。でも今はあいつはいないから、私なりに頑張って説明する。な、今私たちは夢を見ているんだ。そして目覚めることができずに夢の中に囚われている。本当の私たちにとっての現実は他にある。確かラビリスタがそんなようなことを言っていたが、お前らは変な夢を見たことがないか？私たちの知っているこの世界とは全然違うけれど奇妙に懐かしい世界で、泣いて笑って怒って普通に生きている自分たちの夢を。確かに覚えがあります。夢ですので曖昧にしか記憶しておりませんが、私はそこではよく似た別の名前や姿を持っていて、けれどそれを当然として疑わずに生きておりました。よもやあの夢が、あの夢こそが私たちの現実なのでしょうか。私たちが生きていると思い込んでいるこの世界こそが夢で、私たちが夢だと思い込んでいるあれこそが本当の現実。そのようなことがあり得るのでしょうか。はあ、頭がクラクラいたします。だけど不思議となんだか納得感がありますね。私も何度かそういう夢を見ていますけど、その夢を見ている時の方がなぜか安心感があったというか、あ、これが現実なんだ、本当の自分なんだっていう実感があった気がします。私が己の立場や名前を奪われてさまよっているからこそそう思うのだと考えてましたけど、あの夢こそが本当の私の現実だったからなのかもしれませんね。そう、その感覚は正しい。嘘みたいな話だけどそれが事実だ。今提示できる証拠はないし、そんな思春期特有の妄想みたいなのをすぐ信じてもらえるとは思わないけど、私は超能力、特別な魔法みたいなものが使える。その誰にも真似できない力を活用して全てが変貌した決定的瞬間に己の記憶を保護したんだ。突然だったから自分だけ守るので精一杯だった。今では後悔してるし悔しく思ってるよ。まさかこんな事態になるとは思わなかったもん。つまり
無意味様は、いわば本当の現実の記憶を持っているのですね。うん、突然だったし、あまりにも巨大な力が炸裂してさ、完璧には防御できなかったから記憶が抜け落ちてるところもあるんだけど、大体のことは覚えてる。絶対に忘れたくない大事な記憶だ。そんな存在この世界でも私ぐらいしかいないらしくてさ、私は本当のことを言ってるのに妄想をまくし立てる変なやつだって思われがちだ。でも私ほどじゃないにせよ、記憶がわずかに残ってたり思い出したりするやつもいてさ、このラビリンスの主界ラビリスタとかがそうだけど、今はそんな連中と協力してなんとかおかしくなった世界を元に戻そうとしてる。こんなの絶対に不自然なんだ。終わらせなくっちゃダメだ。悪党に、大事な相棒にまで忘れられたままなのは悲しいしな。ともかく現実と夢が入れ替わるような大変な出来事があったんだ。その瞬間から世界はガラッと変貌した。地形も何もかも、記憶や心の中身すら書き換えられて、改変されて世界は再構築された。夢が現実になり、現実は夢になって、その状態がずっと続いてる。だけど本来これはありえない状態なんだ。あちこち不具合も出てるらしくてさ、ロストやシャドウといった怪現象もそのせいで生じたバグみたいなもんだ。バグ？虫ですか？ああ、この言い方だと通じないか。まあ、何か世界の法則が乱れたっていうか、ぶっ壊れかけてるんだよ。このまま放置すれば何がどうなるかわからない。だから元に戻さなきゃいけない。この世界をあるべき姿に戻して正さなくちゃいけない。そして私たちは本当の現実に帰るべきなんだ。私はそう思ってる。ラビリスタとかも手伝ってくれてるけど、お前らにまでは強制はしないよ。人によっては辛い現実が待ってるかもしれないしな。でもいつまでも夢を見ているわけにもいかないだろう。ふむ、難解で奇妙な話で、すんなりとは受け入れられませんが、事実だとしたら大変なことですし、ゆっくり考慮したいと思います。しかしなぜそのような事態になったのでしょう。大変な出来事があったとおっしゃいますが、一体何が世界を反転させるような神のような所業を、一体誰が何のために、それとも天才のようなものだったのでしょうか。ううん、この事態はある悪意のある人物が望んだ結果だと思う。それこそ神様みたいな、どんな願いでも叶えられる存在がいたんだけどな。そいつにある人物がおぞましい願いを叶えてもらったんだろう。その結果として夢と現実が反転したんだ。私はその夢が叶った現場にその瞬間にいたわけじゃないから、ある程度は推測で話してるけど、多分そうなんだ。輝かしい善意ある夢や希望を抱えて戦った者たちは力及ばず無残に敗れて、ヘドが出るような悪人が勝利した。そして願いを叶え、己の欲望を満たすために世界を作り変えた。今私たちが生きてるのはそんなバッドエンドの先に続いてる醜悪な蛇足の世界だ。もしやと思いますが、その悪人とは現在ユースティアナを名乗っているあの人物なのではありませんか。私から全てを奪ったあの告白に、今の作り変えられたという世界で一番得をして、
権益を貪っているのは間違いなくあの人物です。ここはあの人の願いが叶った世界なんでしょうか。その推測は正しいと思う。現在ユースティアナと名乗ってるあいつの本名は千里マナ、セブンクラウンズの一人カイザーインサイトとして悪逆の限りを尽くした存在だ。お前やその仲間たち、そして私たちはあいつの野望を食い止めるために戦っていたんだ。そして多分力を及ばずに敗れたんだろうな。彼が？そんな物語に登場する勇者みたいな存在だったんですか？ちょっと納得しちゃいます。何かいつでも運命の中心にいるっていうか、たまにすごくかっこいいですもんね。私も彼と一緒に戦った仲間だったりするんですか？だって今の改変されたっていうこの世界ではこんなに仲良しですし。いや、ごめん、残念だけどお前のことは知らないんだ。少なくとも私は世界が変貌してから初めて会った。そっちのコッコロっていう子も同じだ。こいつは主に他の女の子たちやフィオっていう妖精みたいなのと一緒に戦ってたよ。なんで今その子たちじゃなくてお前らと行動を共にしてるのかわかんないぐらいだ。そのぐらいこいつと仲間たちは強い絆で結ばれてたよ。え？ あ、そうなんですか。ちょっと、すごく残念です。いやでも、仕方ないですね。書き換えられたっていう世界でこうして巡り会えたことを幸運と思いましょう。その彼の大事な仲間たちにとっては私たちお邪魔虫なのかもしれませんけど、彼を横から奪ったようなものなのかもしれませんけど、そう思うと許せないですね。何かしょんぼりしちゃいます。この世界はおかしくなってるけど、こうして出会ってお前たちが紡いだ絆が嘘だったってことにはならないよ。そんな風に気休めを言ってやることしかできない。いえ、すみません、話の腰を折っちゃって。全部忘れて世界が変貌してもまた巡り会えて仲良くなれたなら運命的だなって、おとぎ話みたいだなってちょっと思っただけです。そういうの憧れだったんですけどね。ペコリーヌ様。あの、すみません、今グラッと揺れませんでした？確かに。それにアジトの外に仕掛けてる警報が作動してるな。迂闊だった。いろいろ話すのに夢中で気づくのが遅れた。ラジラジ、ちょっと空間跳躍して外の様子を見てきてくれるか？承知しました。少々お待ちください。な、何事ですか？わからん。警報の誤作動とか勘違いだったらいいんだけど、私たちの場合そんな平和な展開が待ってるって期待しちゃダメな気もする。みんな何があっても大丈夫なように身構えておいてくれ。まだまだ話すべきことはたくさんあったんだけど、悠長にしてられない事態かもしれないしな。しずるとりのも皿洗いとかは後にしてこっちに来い。全員集合。ヤバそうだったらすぐ逃げられるように準備だけはしておこう。ただいま戻りました。ラジラジ、ちょっと時間かかったな。何かあったのか？外の様子はどうだった？はい、非常事態です、ノエム。このラビリンスアジトの周囲に無数の魔物がうごめいているのを確認しました。それにナイトメアとおぼしき武装した軍隊も現在
我らはそういう外敵によってぐるりと包囲されている状態です。戦力差は歴然です。早めに避難しなければ我らは全滅させられてしまうでしょう。魔物に軍隊？大変じゃないか。いつまでも隠れ続けられるとは思ってなかったけど、意外と早く見つかったな。ナイトメアが出張ってきてるってことは、敵は王宮で間違いなさそうだな。まったく毎度毎度しつこい連中だ。脱獄させた大吾たちを追ってきたか、反政府的な動きをしてるラビリンスを潰しに来たか、何にせよ話し合いでどうにかなる段階はとっくに過ぎてる相手だ。でも想定してなかった事態じゃない。早めに荷物をまとめて脱出するぞ。お前たちもついてきてくれ。話の続きはまた今度な。うん、今のお前は物分かりが良くて助かる。記憶喪失になる前は割と反抗的だったもんな。ま、あの頃は敵対してたから仕方ないんだけど。あ、もう平和な時間は長くは続きませんね。戦闘になるかもしれないので準備運動をしときましょう。あの、ラジラジ様の空間跳躍とやらで脱出できないのですか？それなら話が簡単かと思われますけど、いかがでしょう？それが問題発生です。申し訳ありません。どうもこの地域一帯の空間に魔術的な罠が仕掛けられていたようで、今外の様子を見に行った際に私は深刻な損傷を被ってしまいました。死ぬほどのものではありませんが、しばらく空間跳躍は不可能かと。さすがに敵さんも対策を練ってきたか。本当に便利な分、ラジラジの空間跳躍を安易に使いすぎちゃったな。でもま、ラジラジはセブンクラウンズ、特別な存在だ。永遠にどんな場所でもその権能を封じられるわけがない。とりあえずラジラジを回復させつつ、安全圏まで普通に敵を突破して脱出。空間跳躍が可能な場所まで逃げ切ったら、他のラビリンスの隠れ家に避難ってところが無難か。おいおい、弱腰でね。逃げるのは性に合わねえんだけど。敵の戦力によっちゃサクッと全滅させてもいいんじゃねえのか。いつまでも追いかけ回されても鬱陶しいし、蹴散らしちまおうぜ。難しいでしょうね。多勢に無勢ですし、建築物のごとき超大型の魔物もいました。私への対抗策を練っていたことからも推測できますが、敵は確実にこちらを殲滅しうる戦力を用意してきたと考えるべきでしょう。まともに戦うのは愚策です。あまり賛成できません。お前たち、お客さんもいるしな。無理して戦うべきじゃない。逃げるは恥だけど、さっさと尻尾を巻いて撤退しよう。納得してくれると嬉しい、大吾。てくしゃにね。でも避難するならラビリスタってのも運び出さなきゃダメじゃねえか。俺ちょっと行って回収してくれ。そうだな。ラビリスタとやらはこちらの要、失ってはならない大事な重柱だろう。なぜかはわからないが、個人的にもあれが死んだり傷ついたりするのを見たくない。お前ら改変される前の世界じゃ友達だったみたいだしな。なんとなーくその記憶が残ってるんだろ。やはり前世のことを言われているようで、あまりピンとこないな。まあいい、雑談していないで脱出しよう。ラジラジとやら自分で動けるか。あれなら特別サービスで私が抱っこして運んでやるが。お構いなく、普通に動く程度なら問題ありません。ネネカ様をさらった恩敵に背を向け、逃げなくてはならないのは歯がゆいが、まあ戦局を見誤って無駄に命を落とすよりは良いか。ここは死に場所ではない。せめて
ネネカ様を救出するまで生き恥をさらさなくては。みんな脱出の準備は OK？ こっちに非常時の避難経路があるんだ。お姉ちゃんが案内するね。こっちです、こっち。早く、禅問答は忙しいってやつです。禅は急げって言いたいのかな。よし、じゃあ避難しましょう。はい、コッコロちゃんも私の後ろにいてくださいね。この身を盾にしてでも絶対に守ってみせますよ。全てを奪われたはずの私が奇跡みたいに巡り会えた大事なお友達ですから。避難経路はロクスポ整備もしてなかったからな。すっごいホコリっぽかったね。お洋服が汚れちゃったよ。ひくひく、あんまり貯金ないからクリーニング代もバカにならないのに。嘆いてないで急ぎましょう。お姉ちゃん、この洞窟を抜けるのは敵も予想外でしょうし、そのまま安全圏まで脱出できるはずです。いや、どうもそう簡単にはいかないようだぞ。見ろ、厄介そうな魔物がうようよしている。待ち伏せか野生の魔物か判別しづらいが、どうも殺気立ってるし素通りさせてはくれないだろう。まあこの程度の数の魔物でこのクリスティーナ・モーガンの行く手を阻めると思っているならお笑い草だがな。坊や、どっちがたくさん魔物を倒せるか競争しようか。そんな悠長なことを言ってる場合じゃなくねえか。敵はすぐにでもアジトに突入してくる。そこがもぬけの殻だったら俺らを捜索するだろう。敵は数が多いっぽいし、人海戦術で探されたらすぐに見つかる。魔物といちいち戦って手こずってたらすぐに追いつかれて挟み撃ちにあっちまうぜ。おう、意外と頭が回るんだな、坊や。ちょっと見直したぞ。へっ、こっちとら荒ごとで飯食ってる喧嘩屋なんだよ。九九の計算とかは苦手だけどね、戦闘に関しちゃ任せとけ。九九、できないのか。大丈夫か。家庭教師してやろうか。ものの例えばよ、九九ぐらいできるな、バカにすんじゃねえぞ。仲良しで結構だけど、のんびりしてる場合じゃない。ちょっと強引にでも急いで魔物の群れを突破するぞ。ここは私に任せとけ。わお、もしかしてノエムちゃん、あれを使うつもり？うわー、待ってました。かっこいいところを見せてくださいね、ノエムちゃん。何の話でしょうね。ですよね。何やら楽しげでいい雰囲気ではありますけど、よければ私が王家の装備をフル出力にして魔物をなぎ倒しますよ。お腹空いて動けなくなっちゃうかもですけど。大丈夫大丈夫、ここは任せとけ。まだ危険な橋を渡る段階じゃないしな。これから安全圏まで脱出しなくちゃいけないんだ。体力は温存しといた方がいい。みんな一旦下がってろ。派手な奴はぶちかますぞ。検出せよ、天狼破断剣。道を開けな、魔物ども！大悪党の誇りだ！天狼破断剣だ。改変される前の世界での
私の主力武器データいじって無敵の強さにしたチート性能の一品だぞ。天狼破断剣は世界の改変の際にシステムと齟齬が生じたのか失われちゃったけど、ラビリスタがその剣能を発揮してこうしてレプリカを作ってくれたんだ。普段は異空間に収納されてるけど、私が望めばいつでも呼び出せる。多少本物よりは性能が劣化してるけどな、そこは私の技術と経験、あと根性で補う。前の世界ではまともに扱えなかったけど、今の私なら存分にこれを震えるぞ。魔物ども、命が惜しければ道を開けろ！って言っても、単なるデータでしかないお前らはプログラムから外れた行動はできないんだろうけどな。データだから命もない。お前らは生き物じゃない。だから容赦なくぶった切れるぞ。覚悟！世界一の悪党の剣さばきを存分に堪能してから蒸発しろ！どーりゃ！衝撃波を浴びただけでぶっ倒れそうです。やばいですね。おお、美しい。素晴らしい輝きだね。どんなもんだ。道は開けた。魔物の群れの中に空白地帯ができたぞ。あそこを突っ切る。近づいてくる魔物は私がやっつけるから、みんなは前だけを見て全速力で走れ。さあ行くぞ。黙って私についてこい。ようやく洞窟の外に出られましたね。はい、思いのほかに大変でございました。焦ってしまって無駄に体力を浪費してしまいましたし、ずいぶん時間もかかったようです。もう日が沈みそうですね。おや、ハルジ様、大丈夫でございますか？ぐったりしてますね。ダメですよ、もうちょっと鍛えないと。しょげないでください。恐ろしい敵から追われてるって緊張感もありましたしね。ぐったりしちゃうのも仕方ないですよ。みんな一旦止まれ。いや、どうしました？最悪だ。どうもこっちの行動が読まれてたらしい。見ろ、周りが敵だらけだ。嫌になるぐらい隙なく布陣してるぞ。通り道にした洞窟の魔物も全滅したわけじゃないから、引き返すこともできない。逃げ場がない。そんな嘘でしょ。ラビリンスアジトからの脱出経路は誰も知らないはずなのに。そもそもアジトの位置もかなり厳重に隠してたのに、あっさりバレたみたいですしね。敵さん、どうも半端じゃないぐらいの情報収集力です。敵は王家、国家権力そのものなんだっていう嫌な事実を実感しちゃいます。人員と資金を惜しみなく使えばこの世に不可能はありませんね。本当に周りが敵だらけ。まさにフクロウネズミってやつです。どうしましょう。フクロのネズミね、リノちゃん。私はナイトメアに所属していたから経験として理解しているが、あのギルドは治安の維持、犯罪者の撲滅なども職務のうちだ。捜査に関しては最先端の技術を持つ。高度な探査魔法などを広範囲にかけて私たちの避難経路や現在位置を割り出したんだろう。かなり入念に準備した上で仕掛けてきたようですね。見渡す限り魔物の群れや軍隊で埋め尽くされていますよ。おそらく国家間の戦争レベルの物量です。んだよそれ、そこまでするか。
俺らが何したって言うんだよ。うん、食卓で交わした会話の通りに、敵の親玉がこの世界を改変した張本人ならば、ラビリンスおよび我らはその牽制に逆らう目障りな存在だろう。世界の謎に近づこうとしているのだから、まあ放置はしないだろう。このように積極的に潰しに来て当然だ。権力は人から優しさや人間らしさを奪ってしまう。うんざりするほど見てきたよ。どうする？包囲されて絶体絶命という状況だが、玉砕覚悟で戦って敵陣を突破し脱出するか、それとも諦めて降伏するか。後者は選びたくないがな。またあの退屈な牢獄に戻るぐらいなら、戦場で死に花を咲かせた方が100倍マシだ。俺も同意見だぜ。俺軍隊だろうが魔物だろうが怖くねえぞ。やってやるよ、みんなまとめてぶっ潰してやる。おい、鼻息を荒くしてやる気満々なところ申し訳ないけど、ちょっと僕たちの話を聞いてくれるかな。オクト！やあ、また会ったね、ムイミちゃん。元気そうでよかった。君が死んでたら大事なブローチを回収するのが難しくなっちゃうし。そう睨まないでよ、怖いな。女の子は笑顔の方が可愛いよ。おやおや、私には挨拶してくれないのか、オクトーの坊よ。散々世話をしてやっただろうに、礼儀を知らんやつだな。なんでこんな場所にいるのかはわからんが、私を不愉快にさせると後悔するぞ。言いたいことは山ほどあるけど、ごめんね。あんまり出しゃばったら上の人に怒られちゃうから、一旦僕は引っ込むよ。さあ陛下、あとはよろしく。陛下？まさかマナが、ユースティアナが復活したのか。オクト、故障は正確にすべきです。私はあくまで陛下に全権を一時的に委譲されただけの存在、過剰に媚びへつらう必要はありません。無論逆らえば厳罰に処しますが。キャルちゃん？キャル様？はい、私はキャル、国王陛下の代理人です。本日は反政府組織ラビリンス及びそれがかくまう重犯罪人たちを殲滅しに参りました。おとなしく降伏するならよし、もし抵抗を続けるなら一人残らず抹殺します。何を言ってるんですか、キャルちゃん。どうしちゃったんですか。抹殺って、なぜそのようなことをおっしゃるのですか。お優しいキャル様が私たちを害するわけがございません。発言は許可していません。1分間待ちましょう。その後降伏の意思が認められない場合、国王陛下のご意思、つまり法によってあなた方を処刑します。よく考えた上で賢明な判断をすべきですよ、ペコリーヌ、コッコロ。我らに逆らい続けるなら生きて帰れる保証はいたしません。1分経過しました。今一度最終確認いたします。降伏するつもりはないと判断してもよろしいでしょうか。今なら全員陛下の恩情によって命ぐらいは助けてあげますよ。未だ昏睡状態の陛下がお目覚めになるためには大量の魔力や生命力が必要なのです。皆さんを捕獲し
魔法装置につなぎ、陛下を復活させるための苗床にしましょう。キャルちゃん、本当にどうしちゃったんですか？しばらく姿が見えなくて、私たちとっても心配してたんですよ。なんでそんな悪者か敵みたいに私たちを脅して虫けらみたいに扱うんですか？私たちは友情を、大事な絆を結んだお友達のはずでしょ？ねえキャルちゃん、恥ずかしがり屋の可愛いキャルちゃん、あなたの言ってることは全部いつもみたいな照れ隠しでしょ？本当は私たちのことを大事に思ってくれてるんでしょ？降伏の意思はないようですね。では約定通り皆さんを殲滅します。ナイトメア進軍せよ。魔物たち、奴らを食い殺せ。キャルちゃんね、全部嘘で冗談でしょ？ペコリーヌ様、おやめください。今のキャル様は明らかに様子がおかしいです。私たちのよく知るキャル様ではございません。そういえばキャルちゃん、見た目がちょっと変わってますね。なんでしょう、あの不気味な仮面は。まさかあの仮面をつけているせいでキャルちゃんは変になってるんでしょうか？あれは洗脳装置か何かですか？そうとしか思えません。だってキャルちゃんはあんなひどいことを言うような子じゃないですから。私がどんなおバカなことを言ってもちょっと怒るだけで許してくれましたよね。これまではずっと冗談を言い合って笑い合って仲良くしてきたお友達です。あの仮面に、洗脳装置によってキャルちゃんは操られてるんです。多分陛下って呼ばれてるあいつに、私たちの敵に。ユースティアナ、ううん、本名は千里マナでしたっけ。あなたは私から名前や立場だけでなく、お友達まで奪うんですか？何の権利があって、理由があって、そんな悪いことをするんですか？ペコリーヌ様、いけません、飛び出しては。周囲は魔物や兵隊だらけです。一人だけ突出しては取り囲まれて一巻の終わりです。だってあの仮面をひっぺがさないと、キャルちゃんを取り戻さないと、助けないと。いけません、ペコリーヌ様は我を失っております。周りも見えていないご様子。それでは本当に死んでしまいます。主様、ペコリーヌ様を止めましょう。そしてどこかへ逃げ。危ない、人の心配をしてる余裕はないかもよ。敵が一斉に攻撃してきた。リナちゃん、死角から遠距離攻撃されたら避けきれない。シャシア魔法使いを優先的に倒して。はい。でもさすがにこの数はさばききれませんよ。あれ、群がってくるんじゃねえ、雑魚ども。闇雲に戦ってはダメだ、大悟くん。合流し背を預け合い、死角を補い合って一点突破で脱出するしかない。やれやれ、すりつぶされる寸前のリンゴになった気分だ。戦闘は好きだけどね、一方的に蹂躙されるのは心よくはないな。みんな集まれ。天狼破断剣をまた召喚して敵を切り崩す。そこから脱出するぞ、早く。皆さん、なるべく私のそばに。最悪の場合、意地でも空間跳躍をして皆さんを脱出させます。死ぬぞバカ。せめてもうちょっと敵から離れて、空間に仕掛けられた魔術的な罠の薄いところを選ばないと。
お待ちください。ペコリーヌ様が飛び出してしまっております。あの方を引き戻さないと。私たちだけ脱出はできません。最悪の場合、彼女を置き去りにすることも考えるべきだ。酷なようだが、全滅するよりマシだろう。そんな、私納得しかねます。そうでしょ、主様。主様、どこをご覧になっておられるのでしょう。やだやだやだ、近づかないで、来ないで。あ、兄ちゃんがいる、助けて。逃げても逃げても魔物さんが追いかけてくるの、怖いよ。助けてお兄ちゃん。あの子たちは何だ、どうしてこんな場所にいる。敵の仕掛けた何らかの罠でもなさそうだが、偶然戦場に踏み込んでしまった迷子か。なんとまあ間の悪い。うん、主様、あの子たちとお知り合いなのですか。リトルリリカル。ええ、見殺しにはできません。幸いさほど遠い場所にいるわけではありません。目の前の魔物を何匹か倒せば手が届く距離でございます。主様、私獅子粉塵の活躍をいたします。魔物は引き受けますから、子供たちを救出してくださいまし。偉大なるアメス様、どうかコッコロにご加護をお与えくださいまし。状況が混沌としてきたな。しかもどんどん悪化している。ぐちゃぐちゃの状況は嫌いじゃないが、さすがに早めに方針を決めて動かなければドツボにはまるぞ。問題なのは飛び出してしまったティアナか。あれは好敵手だ。こんなつまらん状況で失いたくはないな。プリンセスティアナ、姫君ならばたまには下々の要求を聞くものだ。無謀な行動は即刻やめて、こっちに退避してこい。合流し協力して窮地を脱するぞ。私の本名を呼んでくれるのは嬉しいですけど、すみません、ここは引けないんです。私自身の決断です。みんなに迷惑はかけませんから。最悪の場合、私を置いてみんなだけでも逃げてください。わあ、勇ましいね。でもちょっと無謀すぎるかな。ナイトメアのみんな、あの子を死なない程度に痛めつけて取り押さえてね。できれば生け捕りが望ましいって話だから殺しちゃダメだよ。ん？坊や、なんでナイトメアを顎で使ってるんだ。見覚えのある私の元部下もちらほらいるが、どんな魔法を使った。魔法じゃなくて権力かな。クリスティーナさんが投獄された後、ナイトメアはその後釜を探しててね、僕に白羽の矢が立ったんだ。僕も貴族で家の事情とかあるし断りきれなくってさ。まあクリスティーナさんの代わりに働いてあげてるんだから、むしろ感謝してほしいんだけど。はっ、私の後任としてナイトメアの副団長になったのか。それは大出世だな。先輩として誇らしく思うよ、オクトーの坊や。ありがとう。副団長への就任祝いとして、あんまり抵抗せずに捕まってくれると嬉しいかな。クリスティーナさんってどうも陛下のお気に入りっぽいし、ラビリンスの構成員を何人か手土産にして帰ってくれば脱獄とかの罪も許されるかもよ。ふん、願い下げだな。
誰が好き好んで自分を殺そうとした人間の元へのこのこ帰るか。もう黙っていろ坊や。可愛いお前を切り殺したくなってしまう。はいはい、黙ってますよ。ぶっちゃけ僕も本当はこんな血生臭い仕事はしたくないんだけど、だからあんまりやる気もないんだけど、新入りだし公務員だし、お上には逆らえないんだよね。北斗、お前それでいいのか。偉い奴の言いなりでいいのか。悪党が従うのは自分自身か、それと同等な相棒だけだろう。君に僕の何がわかるのかな、無意味ちゃん。命がけで私たちを助けに来てくれたんですね。ちょっと見直しました。私は大丈夫ですから。ミミとミソギを。何のつもりですか。抱き上げないでください。お見事です、主様。そのまま彼女らを連れてこちらへ。うん、急げ。どうにか敵の戦列を切り崩せたぞ。こっちに来い。はい。敵はどうもあのキャルという方を中心に動いています。遠ざかれば危険度は低下していくでしょう。逆方向に逃げますよ。そういえばキャルには魔物を操る力があるようだったね。距離を取ればその支配権、影響力が薄れて、少なくとも魔物は動きを鈍らせるはずだ。どういうことでしょう。キャル様にそのような力があるなど聞いたことがございませんが。お前たちには言えなかったのだろう。私にも詳しいことはわからんが、あれでなかなか複雑な娘のようだ。よし、近くにいる魔物は軒並みぶっ倒してやったぜ。どんなもんでくれ。今が好機。ペコリーヌさん、戻ってくるといい。一緒に脱出するぞ。すみません、もう少しでキャルちゃんに手が届くんです。キャルちゃん。ここまで接近されるとは予想外ですが、私は国王陛下の代理人です。あまり侮らないでほしいですね。死になさい、ゾクト。私の魔法で消し炭にしてやりましょう。キャルちゃん、お願いだから正気に戻ってください。この距離でかわしますか。ですが全ては避けきれませんよ。死ね、反逆者ども。国王陛下の意向に平伏しなさい。やばいですね、思いっきり被弾しました。お腹痛い。でもお腹が破けてもいい。ご飯が食べられなくなってもいい。キャルちゃんが元に戻るなら、また笑い合える日が来るなら、何があっても後悔しません。
私です。わかりますか？ペコリーヌ。よかった。またの名をユースティアナ・フォン・アストライア。陛下の名を語る不届き者、消えなさい。ペコリーヌ様。事態でございます。ペコリーヌ様、あんな至近距離から攻撃魔法を食らって無事で済むわけがございません。生きてらっしゃいますよね？あ、早く助けなくては。お前たち、もう限界だ。かわいそうだが、ティアナのことはもう諦めろ。お前たちまでやられるぞ。一緒に来い。グズグズしていると本当に全滅する。でも、けれどペコリーヌ様が。残念でしたね。何のつもりかは分かりませんが、この仮面は単なる魔力の増幅器ですよ。たとえ取り外されても私自身の魔力で攻撃魔法ぐらいなら放てます。標的1名確保。拘束し、応急地下監獄まで搬送してください。残りもさっさと捕らえましょう。絶対に逃がしません。無知猛舞なる逆賊ども。あ、陛下、この世界から海を取り除き、害虫どもをしらみつぶしにして、あなたの権勢を盤石なものとしましょう。そのために、理想のために、私の命を消費させてください。叶うなら、あなたの築く夢の千年王国の名誉ある住人にしてください。それだけが望みです。私の生きる意義なんです。巡るライブツアー初日、まさか魔物が現れるなんて。こういう時こそ戦うアイドルの出番だね。チカ、ツムギ、行くよ。次回プリンセスコネクトリダイブ第9章、狙われたライブ。もう一度君とつながる物語、私たちがみんなを笑顔にしてみせる。どうしよう。一体何が起きてるの？私の声が聞こえる？聞こえるなら返事して。どういうこと？なんで急にあいつのことが見えなくなったの？もしかしてあいつが死んじゃったとか？いや、あいつが存在ごと消し飛ばされない限り繋がりは残るはず。何かに遮断されてる？私とあいつのつながりを一時的に断ち切る魔法みたいなものを使われた。でもそんなことって可能なの？今まではこんなことはなかったのに。
所詮は私も神様じゃない。この世界の法則からは、プログラムからは逃れられない。私の存在を認識した何者かが、私とあいつが繋がれないように妨害してる。そうとしか思えないわ。ああ、もう！ああ、無事だったのね。よかった。って、アメス様って何よ。変にへりくだっちゃってさ。私とあんたの仲じゃないの。気軽に呼び捨てにしてよ。それはともかく、ねえ、一体何があったの？あんたが今置かれてる状況について説明して。ごめんね、なぜか一時的にあんたのことが見えなくなってたのよ。だから全然状況がわからないの。なるほど。むいみちゃんにいろいろ教えてもらって、あんたはついに世界の謎に迫り始めたわけね。それ自体はすっごく喜ばしいわ。でも説明も半ばのうちに、様子のおかしいキャルちゃんを中心にした魔物や軍隊に襲われて、あんたは絶体絶命のピンチに陥ったわけね。空間跳躍を防ぐ罠を仕掛けたりとか、敵は今回かなり本腰を入れて攻めてきたみたい。多分あんたに助言を与えてる私の存在も蹴取られて、一時的につながりを断ち切られちゃったのね。完全にしてやられたわ。敵は本気であんたたちを潰しに来たみたい。どうにか生き残れただけでも万々歳だけど、これから先はさらに過酷な戦いが繰り広げられそう。どうもペコリーヌちゃんはかわいそうだけど敵に捕獲されちゃったようね。生け捕りが目的だったみたいだし、しばらくは命を奪われることもないだろうけど、楽観はできないわ。あんたはどうやらむいみちゃんたちと一緒に安全圏まで脱出できたようだけど、敵は今後もあんたたちを付け狙うだろうし、しばらくは平和な暮らしは望めなさそうね。でもどうか希望を捨てないで。敵もユースティアナこと千里マナも神様じゃないわ。魔力も何もかも無尽蔵に使えるわけじゃない。まずは耐え忍び、反撃の機会を見計らいなさい。今はそれだけしか言えないわ。ごめんね、無力であんたを守れなくて。私、自分が情けないわ。ううん、泣き言を口にしてる場合じゃないわね。私も私にできることをする。あらゆる手を駆使してあんたの助けになるわ。だからあんたもめげないで頑張ってね。どうか負けないで。私はいつでもあんたの味方よ。